皆さんこんにちは。ShoreJapan の大友でございます。本日は、週刊 BCN、ShoreJapan 共催のセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本セミナーは、会議用 AV インテグレーター、ビデオ会議システム販売会社、社内設備やネットワークソリューションを取り扱う SIR や IT ベンダーの皆様、そして社内の IT 設備部門など会議設備のエンドユーザーの皆様も主な対象としておりますさてパンデミック以降ニューノーマルの働き方が求められていますが事業継続そして組織運営の大きな課題としてコミュニケーションとといいうものが挙げられるかと思いますテレワークで分散化した組織をつなぐのが IT 技術になりますが中でも事業継続の要となるのが 会議をはじめととすするツールと設備です多くの組織でオンライン会議ツールなどクラウドソリューションの導入が一段落した今会議室の設備更新が新たなトレンドとなってきています。本セミナーでは IT 市場のポテンシャルそして業務環境のシームレス化などを解説するとともにエシュ a が9月に発表した「ネットワーク対応」 会議用音響用ソリューションとその製品群をご紹介いたします。それではまず株式会社 BCN 週刊 BCN ホンダ編集長よりこれまでの記事を振り返っていただきながら第2フェーズに入ったウィズコロナのオンライン需要を中心とした法人向け IT 市場について解説いただきますすそれででははささんんんよろししくお願いいたします皆さんこんにちは週刊 BCN の本田です。 私からはですね、大友さんからご紹介があったとおり、この1年半ほど、まあ、コロナ禍に突入してからの法人向け IT 市場全体の流れというものを、兵、ま、士、あの記事を中心に振り返ってみたいと思います。まあ、特にオンライン授業というところにフォーカスを当てて、まあ、新しいフェーズに入ったオンライン授業というところを見ていきたいと思います。早速参りましょう。まずはご存知の方も多いとは思うんですが、改めて週刊 BCN とはというところで、 えー、説明させていただきます。えー、週刊 BC ネのここに書いている通り、流通売り手、まあ IT 流通に特化した、えー、IT 産業の専門誌ということで、1981年に創刊しました。IT 業界のビジネスパーソンにたくさん読んでいただいております。えー、ウェブメディアはですね、えー、IT 業界向けの専門メディアいろいろあのございますけれども。 えー、新聞として残っているものというのはもはや私どもだけになっております、えー、皆さんに支えていただき40年間、えー、新聞を出してこられたということで改めてお礼申し上げます、えー、今年創刊40周年ということでです、ねえー、いろいろな企画をご用意しております、えー、私どものウェブサイト週刊 BCN プラスというところから様々な情報もご覧いただけますのでぜひご利用いただければと思います でさらに私どものメディアとしての特徴というところを申し上げると、まあ、ここに読者属性というものが書いてありますね、えー、システムインテグレーターが50%を占めるということで、まあ、ここ目立つと思うんですけれども、まあ、まさにですね、えー、皆さんに読んでいただいているメディアであるというふうに言えるわけですこれ少しあのさらに噛み砕いて解説してみたいと思います、えーまあ、従来の 法人向け IT 市場の商材、えー、の流通の経路、まあ、非常に簡略化された図ですけれども、まあ、メーカーがあって、まあ、ユーザーがユーザー企業がいると、まあ、その中にです、ね、その間を取り持つ形でディストリビューターであったり商社だったり SIR が、まあ、リセラーとしての役割を果たすケースが多いという、まあ、こんな間接販売の昇流というものが支配的になっているというのは皆さんもご存知の通りです。 でまさにです、ね、この黄色の部分ディストリビューター商社 SIR のためのメディアというのが、えー、週刊 BCN ということになるわけですただ一方で,です、ね、この構造少し変わりつつあるんじゃないかなと我々日々取材して感じているところですこんな図のようになってきてるんじゃないかと我々捉えてるんですね、まあ、今まではメーカーチャネルパートナーユーザーと、まあ、ある意味でも一般の 防通行で流れる省流だったと、まあ、そんな風に言えるんじゃないかなと捉えていますそれがですね三、まあ、社が根前一体となって様々な組手様々な役割を果たすようになってきている、まあ、それが近年の法人向け IT 市場の構造の変化じゃないかなと思っています二つ大きくポイントを挙げるとすればまずメーカーからユーザーへの直接的なアプローチが強まっているということですねこれは必ずしも直接販売に移行しているということを意味していません えー、販売自体はユーザー企業への販売自体はこれまで通りチャンネルパートナーが行っているとしてもメーカーがさまざまな形でユーザーと接点を持つようになってきている、まあ、これはオンライン化が非常に進んできていること、まあ、これと密接に関係しているわけですけれども、まあ、ユーザーから直接フィードバックをもらったり、まあ、例えばユーザーコミュニティみたいなものの広がりというものもあります、まあ、一方で、えー、今までチャンネルパートナー 単なる反射という形で役割を果たしてきたこのピンクの部分のプレイヤーですね彼らのつまり皆さんのことなんですけど役割もまあ変わってきているというところあると思いますまあ,あるときは上流でメーカーと一緒にまあ価値競争をするソリューションを作り上げるという役割を果たすときもありますし、まあ、あるときはユーザーへのまあ 新しい IT ツールの定着支援などをしてまあビジネスそのものの変革を支援していくまあ、そんな役割を果たすことも多くなっている、まあ、まさにこの2番に書いていることですね従来間接販売を担ってきたプレイヤーは単なる反射ではなく価値競争のパートナーとしての役割を求められるようになってきているというふうに言えると思っていますまあ、それを踏まえて、えー、この1年半の市場の変化というものを見ていきましょう、えー、まずこの3点に主役できるんじゃないかなと思います まあこれは時系列に沿ってっていうふうにも言えるんですが、まあ、まずはですね何はなくてもリモート対応というところからアンダーコロナの1年半というのは始まったというふうに我々も考えています、えー、事業継続のための緊急措置的な動きとしてリモートワークが浸透した、まあ、これはあの皆さんも異論がないんじゃないかなというふうに思うわけですねで丸に公共系 IT でも大きな動きということで、えー、まあこれもまさに緊急措置的な 動きと少しリンクしている部分ではあるんですが、えー、緊急経済対策の一環として例えばギガスクールを前倒して実行する、まあ、オンラインでの授業環境を整えるということもまさにその一環として進められましたそして、えー、記憶に新しい、まあ、今月発足しましたねデジタル庁の創設なんていう動きもあり、えー、まあコロナのウィズコロナの状態を踏まえて、まあ、よりさまざまなマクロ環境の変化に対応できるような社会を作っていこう、まあ、その基盤になる動きでもあるというふうに言えると思います。 でまあ、丸一丸二というのは、まあ、昨年の時点で見えてきている動きということではありましたけれども、まあ、昨年の後半から今年にかけてということだと、まあ、丸三の動きというのが顕著かなというふうに思うわけです、えー。ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルの働き方の模索ということでもうリモートワーク当たり前の選択肢になったというのは、えー、皆さん共通の見解じゃないかなと思います。えー、それとともにですね 業務に最適化された場所としてのオフィスの価値も再認識しているとそんな動きも、えー、とまた出てきているように思いますで結局じゃあハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな働き方とは何なのかというところ最後デジタルで業務に横串を通してハイブリッドワークを施行する、まあ、ここに集約できるんじゃないかなということですね、えー、まさに法人向け IT 市場にとってはビジネスチャンスが大きく広がっている、まあ、この1年半だと いいう,うに言えると思っていますこれは去年のある SIR の事例なんですけども、まあ、コロナ禍に突入して以降、まあ、すぐの状態ですね、まあ、3月4月あたりの状況なんですけれどもやはりここオンライン化をまずは進めようという動きが急務だったというのが見て取れるかなという動きです。 えー、ズームに代表されるテレワーク関連商材の3月の受注額昨年ですね昨年3月の受注額はまあ前月比6倍になったと4月の受注額はさらにその倍と、まあ、3月4月で急速に増えたということがここでうかがえるわけですで実績のなかった新たな、まあ、取引実績のなかった新しい顧客からの引き合いっていうのも増えていると、まあ、そ,んなそんな状況が去年の春にあったということですね、まあ、契約書類の電子化ですとかペーパーレス化 あとはデジタル技術を駆使した新人教育、オンラインでの e ラーニングということですよね、まあ、非対面営業などを含めまして、えー、自社の働き方を実践するということを、えー、s i や自身も進めているとかつ、お客さんからそういった関連の詳細の引き合いが増えたという状況が3月、4月にあったと、まあ、これが去年のコロナ、アンダーコロナ前半の状況と、まあ、顕著な例として紹介させていただきました。 で私ども、えー、毎年恒例で年末にですね、えー、1年の紙面を振り返るという特集企画をやってるんですが「えー、週刊 BCN」の詩面の中で「まあ、週刊 BCN」のコンテンツですねあの先ほどご紹介した「週刊 BCN+」プラスという私どものウェブサイトに転載して会員、えー、登録していただければどなたでも、えー、全ての記事を読んでいただけるようにはなっているんですが、えー、その中で、えー、一番人気のコーナーともいえるのが「えー IT ベンダー注目 IT ベンダーのトップインタビューのコーナーキーパーソンというコーナーなんですねで2020年1年間のキーパーソンの週刊 BCN プラスにおける PV ランキングというものを年末の総まとめ特集でご紹介しましたこれやっぱり2020年を象徴する動きだったなと思うんですが1位は Zoom を提供している z v c ジャパンのカントリーセネラルマネージャー佐賀さんでした えー、やはりこう2020年の前半戦特に前半戦ですねリモート対応による事業継続に焦点が当たったと、まあ、それを象徴する、えーまあ、事象だったかなというふうに思います一方でですね、えー、まずは何はなくともリモート対応というところから6月ぐらい、まあ、これかなり、あのー、早かった、えー、早い企業の動きだったと思うんですけれども 夏から秋にかけてですかね一般的には緊急回避的な在宅勤務対応というところからそれが当たり前になるとそれが前提になるとその上でニューノーマルな働き方っていうのを模索していかなきゃいけないんじゃないかという動きが顕著になってきています。ここれフジソフトさんんのの事例を紙面ででで紹介ししたものですす、まあ、な形で表に整理してますね コロナ後の働く環境の変化ということで、まあ、追加コストがかかるもの、えー、削減コストプラス要素ということで、えー、まとめています。詳細はぜひ、えー、これ紙面で確認してみてもらえると嬉しいなというふうに思います。まあ、このここで覚えておいてほしいのは、まあ、な去年の夏から秋にかけて、えー、いわゆる緊急回避的なリモートワークを進めようという動きから、 ニューノーマルの働き方の確立というところにフェーズが移りつつあったと、まあ、そんな動きが始まってたということですねでそれが本格化しているのが今年です、えー、今年それが、まあ、ニューノーマルの働き方を支える IT ソリューションの需要がそれに伴って急増したというのも我々の紙面からもうかがえるかなと、えー、ちょっと画面についてきていくが思ってますまあその顕著なところ一つはセキュリティですね えー、ゼロトラストというキーワーワドが急浮上しましまた、えー、ゼロトトラストの重要な構成要素としては、まあ、ID 管理認証アクセス制御のクラウドサービス、まあ、いわゆる IDAS と言われるところですけれどもこの市場も急成長してますし、えー、今年、えー、そうですね中盤、まあ、前半から中盤にかけて、まあ、例えば s a s ーなんていう、まあ、ゼロトラストを実現するためのフレームワークも非常にまあバズワード的に盛り上がっているという状況があります。 やっぱりこれもですねリモート対応は前提としつつもオフィスワークとのシームレスな管理運用ということを支えるソリューションつまりまあニューノーマルの働き方を支えるソリューションとしての需要が急増しているということですよね。まあ、もう一つ、えー、少し遡のぼってこれは1月の特集なんですけども、えー、ハイブリッドワーク時代の従業員管理という、まあ、そんな特集も週刊ミシェンで掲載しています。 ハイブリッドワークの環境を前提にして、労、え、務、ー、管理をしていく、健康管理、えー、感染症陽性者が出たときの対応をサポートする、まあ、ハイブリッドワークになると、当然、オフィスワークとリモートワークのシームレスな、えー、コラボレーション、コミュニケーションを実現するということのほかに、まあ、リアルオフィスで働く人の,の中で、まあ、感染者が出てしまった場合に、どう従業員全体の健康管理をしていくか。 会社全体のオペレーションをしていくかっていうことが問題になるわけですね。まあ、そこを踏まえて、えーまあ、統合的な管理をしていくロム管理のソリューションなんかも出てきているということですね。まあ、そこには IoT を使ったりと新しい技術を使ったりという事例も豊富に出てきました。まさにこれもニューノーマルの働き方を考える上で、まあ、スタンダードになる可能性のありうるという、まあ、そんな IT ソリューションかなというふうに思っています。で最後。 これはですねワークマネジメント、まあ、こんな、えー、ツールもですね一般化しつつあるかなという印象です。えー、先ほど申し上げたようにコミュニケーションのオンライン化というのは、えー、急速に昨年の前半進んだわけですけれども、やはりチャットやウェブ会議ツール まあもしくはファイル共有サービスだけでは解決できない課題というものが顕在化した、まあ、そんな時期でもあったわけですね。例えばバーチャルなチームでプロジェクトを進める際の課題、まあ、ここに例えばプロジェクトマネジメントであったりタスクマネジメントであったりというところをしっかりと予告し通して情報管理できる情報共有できるという、まあ、そんな環境が必要になっていく、まあ、そんな文脈の中でワークマネジメントツールというものも新しく注目されるようになってきました。 まとめに入りますリ。リモートワークへの対応ですね。まあ必須である状況というのは続くわけです。まあ第五波は収まりつつありますけれども、まだまだ先は見通し、えー、そんなに透明ではないかなという感じがしています。まあ単なる業務のリモート化、オンライン化のフェーズというのは、えー、過ぎたというのは、えー、これはもう皆さんもあのよくなんていうんでしょう、肌感覚としてこう納得できるところじゃないかなと思います。 でまあ、今、求められていることですね、オフィスワークも含めて、多様な業務環境にシームレスに対応できる、ニューノーマル時代の働き方っていうものを、まあ、多くの企業が確立しようとしていると、まあ、そんな動きは、我々取材活動を通して顕著に感じるところです当然そののための IT 投資も活発化しています。 例えば Web 会議でニューノーマル時代の働き方に対応するということになった場合には先ほども申し上げましたけれどもウェブ会議ツールの導入だけでは不十分な場面ケースというのが非常に目立つようになってきている課題が浮き彫りになってきているわけですねでまあその一環としてまあ音声コミュニケーションの高度化っていうのはチームの生産性向上に欠かせないとこれもあの多くのユーザーからすでに声が上がってきていることだというふうに認識していますそしてまあ今日は そうした提案に有益な情報が満載ですのでぜひ皆さんのビジネスにお役立てくださいありがとうございました本田さんありがとうございましたえここからは私大友がニューノーマル化の会議とエコシステムソリューションというタイトルのもと、現在の働き方の実情そしてそれを改善するエコシステムというソリューションについて概要の解説を進めてまいります まずはじめに働き方の変化これはリモートワークを代表とするような働き方の変化になりますけれども皆様がお答え感の通りかと思いますこの中で会議のあり方というものも同じように変わってきている状況だと思いますこの会議のあり方を象徴するものの一つがオンライン会議の普及にあると思いますけれども s h ジャパンでは昨年12月に オンンライン会議に関する意識調査というアンケートを実施しその中で非常に興味深いデータを、えー、確認することができましたのでいくつかご紹介をさせていただきます。まずはじめに会議の頻度ということなんですが全体の回答者のうち約8割の方が週に23回の会議に出席しているということが明らかになりました。非常に多いですよね それとオンライン会議というものが現代のビジネスにおいて必要不可欠だというふうに感じている方が全体の85%にも上がってきたということが明らかになっています。これはコロナ前に比べると非常に状況が変わってきているかと思います。 次にオンライン会議に関する不満やトラブルということなんですが先ほどお話ししたように会議の頻度が増えてます必要不可欠なツールになっていますという状況は分かってきたんですがでは皆さんどのような不満トラブルを持っていらっしゃるんでしょうかノイズ操作が分からないエコー音の途切れ聞き取りづらいとこういった不満が上がってきました実はこの操作が分からないという項目を除くと 全体の、えー、ワースト5のうちですね4項目音に関する課題ということが明らかになってきていますまた回答者のうち88%の方が何らかのトラブルを過去に経験しているという実情も明らかになってきましたこのように必要不可欠なツールであるオンライン会議そしてトラブルを多く経験しているという中でこれがどのようにビジネスに影響を与えていくのでしょうか例えば 会議の理解が浅くなる。また生産性の低下。これは左側に書いてある内容ですね。また、役割別にどのような影響を感じているかというのが右側のグラフに書いてある内容になるんですがオレンジ色のバーで表しているのが現場のスタッフの方の受け止めこれは先ほどの内容と似てますが「まあ、生産性が低下します」とかです、ね「会議スケジュールを変更せざるを得なくなった」というものが回答の多い内容として挙がっておりますが。 一方で経営幹部の方というのはですね売上の低下ですとか顧客の喪失であるとかよりビジネス的な影響というものを懸念しているという実情も明らかになってきていますこういった経営幹部の方のたちの懸念というものを受けてですね今後企業は音に投資をしていくということが期待されています回答者の約半数が今後会議用システムの投資 増額しますすとといいうことを回答していますまた管理者が具体的に検討している設備投資の内容としてです、ね、49%が遠隔用の会議システム41%の方が覚醒システムそして全体の25%がマイクロフォンを中心とする入力系機器の更新このようにですね今後、えー、音の改善投資というものが期待されています。 いくということがサマリーになりますここからはですね少し話題を変えまして手話という会社についてご紹介をさせていただきたいと思います。手話という会社はですねシカゴ近郊のノエルズという場所に本社がありましてまもなく創業100年を迎える老舗の音響機器メーカーになります。現在手話が展開しているビジネス領域というのは非常に幅の広い内容になっておりまして。 例えば右下にあるような音楽リスニングとか動画制作最近はこういった引き合いが非常に増えておりますけれどもそれとですね左上にあるようなライブツアーとかコンサートこういったところがもともと手話のこういった中本日のテーマでもありますけれども会議室向けの音響ソリューションというものを新たなセグメントとして現在注力し展開していっているそういった状況でございます。 これまで手話という会社はですね100年近くにわたり例えば数万人のオーディエンスを前にしたアーティストの方のコンサートであるとかあるいは政治家の方リーダーの方のメッセージを聴衆に伝えるというような歴史的な瞬間を陰から支え続けてきたわけであります。ここで蓄積した技術ノウハウというものを現在は会議空間へ展開,展開応用していっているとそういった状況でございます。 はい、話はあの会議空間会議室の音に再度戻りますけれどもこういったコロナ禍においてですね、まあ、先ほどお話したようにオンライン会議が増えてますよいろんなことで皆さん困ってますということが明らかになってきましたまた今後投資が期待されるという状況も見えてきているわけでありますけれどもこういった状況の中ですね私ども手話が今新たに展開するのが2つのエコシステム左側にある STEM エコシステム こちらが9月に発表した新しい音響製品群になりましてそれと右側のマイクロフレックスエコシステムこれは既存の商品をマイクロフレックスエコシステムという形で、えー、新たにまとめ直しているそういった製品群になりますこの2つのエコシステムというものの具体的な違いをお話しする前にですねエコシステムというものに含められている意味合いについて少しお話をさせていただきたいと思いますご覧いただいている製品群はですね 音の入力部分であるマイクロフォン、そして中継,地である中継機器である音響処理装置,音響処理装置です、ね、を経てスピーカー入り口から出口までというものを一元的にこのエコシステムというソリューションの中で提供していきますよということ、それと会議室にある例えば ビデオ会議システムを中心とするようなコーデックともしっかり相互作用していきますよという意味合いがこのエコシステムという中に込められておりますでは2つのエコシステムどのような違いがあるのでしょうか STEM エコシステムこれは繰り返しになりますけども最新のソリューションになりますがより低予算のプロジェクトまたは小から中規模空間向けになっております またこのエコシステムの中非常に象徴的な内容がですねエフォートレスなソリューションという表現をしていますけれども非常に設置とか調整が簡単になっていますですのでお買い求めいただいてから運用というところまで時間を劇的に短縮することができるようになっておりますただしですね製品そのものには最新のテクノロジーがしっかりと搭載されておりますのでより高品質な音響体験というものが可能になります 次にマイクロフレックスのエコシステムという製品群になりますがこちらはプレミアムな製品群になりより中規模から大規模または役員会議というお部屋に適性が高くなっておりますそれぞれの部屋であらゆるニーズが発生していると思います例えばプレゼンをしたいとかですねカメラを動かしたいとかですねビデオ会議をやりたいとかあるいはそのすべてをやりたいこういったあらゆる会議ニーズにしっかりと対応させていただくとともに 他のメーカーさん他のデバイスこういったところとのインテグレーションというところもしっかりと答えてまいります建物全体をマイクロフレックスエコシステムで展開していくあるいは他のキャンパスに展開をしていきたいこういった拡張性にも優れ厳しい音響環境にも対応していくこういった適性を持っているのがマイクロフレックスエコシステムになっておりますそれぞれのエコシステムの中に含まれる製品群やその特徴的な機能については 後半のパートでしっかりと解説を進めていきますのでそちらをご覧いただければと思います以上をもちまして私のパートを終了させていただきます引き続き後半のパートをお楽しみください、はい、ではここからは STEM エコシステムを私下村から紹介させていただきたいと思います 先ほどの大友のスライドにもありましたとおりこれに対応するためにより多くの部屋をウェブ会議に対応させる必要を感じていらっしゃるかと思うんですけれども反面人も良さも無限にに投資するわけにはいきませんよねそこで限りあるリソースでより多くの部屋に快適な音響環境を構築することのできるソリューションとして STEM エコシステムをご案内したいと思います。 さまざまな形状あるいは広さの部屋をウェブ会議に対応させようとした場合にここに挙げているような問題がその実現を難しくするのではないかと思いますまずシステム設計目に見えない音というものを綿密に設計するためには高度な専門知識と経験が必要になりますまた設置配線これらも素人が行うのはなかなか難しいですしあとはデバイス同士をこう連携させるためにプログラミングが必要となると事態はさらに大ごとになっていきます そして動作テストですね設計設置後にはシステムが意図した通りに動作しているかということをテストする必要がありますけれどもそういったこともなかなか知識がないと難しいことになります。これらは一般的にシステムインテグレーションなどと言ったりするんですけれども、まあ、一方で世の中にはこのようなインテグレーションを必要としないデバイスだったりソリューション一般的な USB スピーカー本ですねこういったものも存在しています。 しかしそういったものを導入する場合今度は部屋の形状や広さに合わせてデバイスをレイアウトすることを諦めなければならなかったりだとかあるいは組織が大きくなればなるほどデバイスの数も多くなる傾向があると思いますけれどもそれらを容易に監視したり管理するといったことが難しくなります。それからユーザーーザトレーニングですね いくら最新のテクノロジーを搭載した高性能な製品を導入したとしても操作が難しかったりだとかあるいはユーザーが使い方をよく分かっていないという状況になってしまうとその性能は十分に発揮できない事態になってしまいますではこれらをどうしたら解決できるかはいそこで STEM が出した答えはレゴブロックのようなオーディオソリューションということになりますレゴブロックっていうのは比較的少ない種類のブロックを組み合わせるだけで 家ででも車よえ s ステムエコシステムはこのレゴブロックのようにたった数種類のデバイスを組み合わせるだけでさまざまな広さ用途あるいは形状ですねの部屋に対応できるオーディオシステムを構築することができるようになっています。一方でですねどんなに頑張ってもレゴと同じにならない部分というのもやっぱりありまして。 まずオーディオデバイスはそれなりに高価であるということそのためブロックのように使うか使わないかわからないデバイスを余剰に購入するわけにはいきませんよねそれからオーディオデバイスを意図した通りに動作させるためにはデバイスが最適に調整されている必要もありますこの部分をカバーするのが設計管理ツールということになります このようにですね STEM エコシステムはオーディオデバイスとそれを支える設計管理ツールによって柔軟性が高くかつ手軽に導入できるオーディオエコシステムを実現していますここからはそれぞれのデバイスと設計管理ツールについて順を追って詳しく紹介していきたいと思いますまずオーディオデバイスなんですけれどもここにある6つの製品これが全てですで名称もシーリングだったりウォールだったりあるいはテーブルだったりと 設置する場所や用途がそのまま製品名になっているため非常にわかりやすいですよね。はい、でまずステムテーブルなんですけれども、えー、こちらは、えー、テーブルの上につい置いて使う、えー、スピーカーホンでございます、はいえー。実物はこちらですね、えー、直径20センチほどで、えー、本体の上部に、えー、合計9つのマイクを搭載しておりまして、えー、これらが連携することで発言者の声を集中的に集音することができるようになっています。 3つのボタンはボリュームのアップダウンとそれからミュートボタンになっておりましてこのボリュームボタンはスピーカーの出力音量の調整そしてミュートボタンはマイクのミュートに機能が割り当てられていますあとは本体の下方なんですけれどもこちらにスピーカーが下向きに搭載されておりまして出力音声がマイクに回り込んでエコーを発生させてしまうというようなことも抑制するように設計されています。 はい、続きましてステムウォールなんですけれどもこちらは壁に取り付けたりあるいは家具の上に置いて使うスピーカーホーンですはい実物はこちらなんですけれども全長は約120センチで約55インチのディスプレイと同じぐらいの幅になっています内部には15個のマイクを搭載しておりましてこれらが連携することで発言者の声を集中的に集音できるようになっています はい、続きましてステムシーリングなんですけれどもこちらは天井から収音するシーリンングマイクロフォンアレですこの製品はスピーカーを搭載しておりませんで収音機能だけを持っている製品となりますで本体の内部には100個のマイクを搭載しておりましてこれらが連携することで必要なエリアに的を絞って集音することができるようになっています。 収音範囲はこちらの通り3段階で設定することができるようになっておりまして部屋の広さや会議,会議参加者の人数によって最適な収音範囲を設定することができるようになっています。それからもう一つ特徴的な機能としてこちらのオーディオフェンシング機能ですね空間上に仮想的なフェンスを張るようなイメージなんですけれどもこのフェンスの内側の音は収音してフェンスの外から到来する音はキャンセルするという機能になっています。 こちらの絵のようにオープンミーティングスペースなどで威力を発揮する機能かなと思いますはいで、実物はこちらですね直径は55センチほど重量だいたい4キロぐらいとなっておりますで、背面にはこのようにネジ穴が用意されておりまして天井からワイヤーで吊り下げたりあとは付属の取り付けアダプターを使ってシステム天井に簡単に取り付けることもできるようになっています はい今ご紹介した3つの製品なんですけれどもこちら単独でも複数を組み合わせても使うことができるようになっています。まずですねこちらのイーサネットポートこちらは POE プラスの給電にも使用するポートとなっておりまして必ずイーサネットケーブルが接続される必要があります。 それからもう一つがですねこちらの USB タイプ B のポートですねこちらはパソコンと接続することで USB デバイスとして動作することができるようになっていますで一方で、えー、とじゃあ複数の STEM オーディオデバイスを組み合わせる場合はどうするのかというところなんですけれどもその場合にはこちらのハブを使用します s t e m ハブは複数の STEM デバイスを統合して仮想的な1台の USB デバイスとして稼働させる役目を持っています でハ,ハブにはハブ1とハブ X1 の2種類がありまして違いは断定用のイーサネットポートの有無という形になっていますステムエコシステムをシンプルに使用していただく場合にはハブ X1 断定のないモデルで十分動作しますで実物がこちらなんですけれども直径18センチほど非常にちっちゃくて重さも2 3 0ムと非常に軽量ですで本体の背面ですねこちらには この通り取り付け穴が用意されていまして、ネジ2本でディスプレイの裏側の壁とかに簡単に取り付けていただくこともできるようになっています。はい、こちらは STEM スピーカーですね、これも STEM ネットワークに対応しているネットワークスピーカーということになります。他の STEM デバイスと同様に POE プラスの給電で稼働します。 例えばテーブルあるいはボールといったスピーカー本ではちょっと音声の出力エリアが足りない場合だったりだとかあるいはシーリングマイクですねこちらを使用した場合に、まあ、音声出力用のスピーカーとして使用いただくことができます、えー、すみませんちょっと本体がお見せできないんですけれども一般的な埋め込み型のシーリングスピーカーのように天井に埋め込んで取り付けられるほか付属のアウターカバーを取り付けることで テーブルだったりあるいは家具の上にこう据え置いて使っていただくこともできるようになっています。こちらの製品はインターフェース RJ 4 5だけという形になっています。はい続きましてステムコントロールなんですけれどもこちらの製品はステムエコシステムの動作に必須というわけではありません。 オプションで選んでいただくことで例えば ZoomRooms を簡単に操作したりだとかそういった目的に使用いただくことができる製品です。で機能2つありまして今申し上げた通りで ZoomRooms のコントローラーとして動作させるという機能それからもう一つがこの後に紹介いたします設計管理ツールにアクセスするためのユーザーインターフェース画面として使用していただくという機能を持っています。 で本体はこちらですねまず画面はインチのタッチパネルとなっていますで本体のデザインなんですけれどもこのように立てて使用することもあるいはこういう形でこう寝かせて使用することもできるような作りになっています画面は自動的にフリップしますでコネクタは RJ45 のポートを一つだけ POE プラスで動作します、はい、以上が STEM デバイスの紹介となります 続きましてですねこのデバイスたちを支える設計管理ツールについて紹介させていただきたいと思いますまず設計管理ツールでできることなんですけれどもここに並んでいるシステムの構築のプロセスの中でこの設置作業以外設置と配線作業以外は基本的に全てサポートできるような作りになっています まずルームデザイン機能なんですけれどもこちらは手話のウェブサイト上に用意された STEM エコシステムのシミュレーション環境です。ウェブブラウザでアクセスすることで簡単に導入前の検討を行うことができるようになっています。でユーザーインターフェース非常にシンプルなんですけれども。 部屋だったり家具の形状あるいはサイズをかなり精密に再現することができまして STEM デバイスの動作周音範囲をシミュレーションすることができるようになっていますこちら非常に簡単な操作画面なのでご購入の計画にかかわらずぜひ一度試してみていただければなと思いますはい続きましてルームアダプト機能なんですけれどもこちらは STEM デバイスの自動音響調整機能 というところで部屋の音響特性を自己学習する機能となりますそれぞれのデバイスを知識や経験を頼りにしながら細かく設定する必要というのはないですそれからルームチェック機能ですねこちらは室内の周音状況を自動的に計測し評価する機能ですでこちらの図の通りで周音状況は色で表示されて この緑色の部分は収音状況が良好であることを示していまして黄色から赤になるにつれてカバーエリアから外れているということを示していますあとはリモートマネジメント機能ですねこちらの機能を使用することでシステムの使用状況をリモートで監視することができます リアルタイムでデバイスだったりシステムの状況というものを確認できるためデバイスの不具合などで実際に会議が中断されてしまう前に問題を発見し対処することができます以上が設計管理ツールのご紹介となりますでは最後にですね、STEM エコシステムの導入にあたって必要となるネットワークの要件について簡単に触れておきたいと思います 先ほどから何度も申し上げているんですけれども1つ目デバイスの駆動には POE プラスの給電が必要になりますなのでネットワークも POE プラスの電源供給に対応している必要がありますただですね、ネットワークそのものが POE プラスに対応していない場合にはインジェクターを使用してデバイスを稼働させることもできますそれから2つ目ですね接続するネットワークは DHCP に対応している必要があります IP アドレスはですね、設定時に、固定設定に切り替えることもできるんですけれども、初期の設定時には DHCP 環境が必要となりますので、ご注意ください。はい、以上で、STEM エコシステムの紹介は終わります。続きまして、マーケットディベロップメントの上條より、マイクロフレックスエコシステムについて紹介させていただきますありがとうございましたこんにちはシュアジャパンの上条です。 私からはですね手話の持つもう一つのエコシステムマイクロフレックスエコシステムのご紹介をさせていただきますよろしくお願いします。まずマイクロフレックスエコシステムというものに、まあ、見出しをつけるとするとですねあらゆる会議スペースに対応することができる高い拡張性および柔軟性を持ったプレミアムなエコシステムとつけることができるでしょう。 えまあプレミアムとついてますけど何がプレミアムなのかというのを少しご説明します。STEM もそうだったと思うんですがマイクロフレックスエコシステムも、えー、マイクロフォンから DSP 音声信号処理装置ですねそしてスピーカーまでという音の入り口から出口までを一連のオーディオシステムとしてカバーできると、まあ、それに対応できる機器ラインナップを取り揃えていると。 いうものなんですがそのでこれらの高性能デバイスを組み合わせてシステムを作り上げていくというのがマイクロフレックスエコシステムというものですね。なのでプレミアムというのは一つこの高性能デバイスをというところにかかっています。 で入り口から出口までというコンセプト自体は、えー、先ほどの STEM と同様なんですがマイクロフレックスにはその先があります STEM はですねオーディオのシステムの構築、まあ、つまり個々の構成デバイス同士の音のやり取りですね、えー、それに、えー、独自のネットワークプロトコルを使っています、まあ、独自のものを使っているとそのことにより 単に類を見ない高度な連携デバイス同士の連携が行われて STEM デバイスグループのみで完結するスタンドアローンなシステムを構築していますそれに対してですねマイクロフレックスではオーディオのやり取りに Dante という汎用ネットワークオーディオプロトコルを使用しています Dante は手話をはじめさまざまなメーカーオーディオメーカーですね が音声のネットワーク伝送のプロトコルとして採用しているものでギガビットネットワーク上で数百チャンネルの音声を高音質かつ低遅延で自在に伝送することができるという非常に優れた企画ですでこのダンテを音声伝送のプラットフォームとして、まあ、プラットフォームのベースとして利用することで、まあ、マイクロフレックスラインナップの中で 大小さまざまなシステムアップをすることができるのに加えてさらにはこのダンテに対応しているサードパーティー製の製品ですねそれらと組み合わせてさらに高度なインテグレーションシステムを組むということもできるようになっていますさまざまな連携の仕方が可能で高い柔軟性や機能性を提供することができるということでこれもプレミアムと言っているゆえんですね で先ほどの STEM のご紹介の中で STEM エコシステムをレゴブロックに例えてご紹介していたところがあったと思うんですけど、まあ、STEM がレゴっていうある程度型の決められた中で組み上げていくシステムだとするとマイクロフレックスは粘土細工とかクレイヤートのようなものと例えることができるかなと思ってますで好きな形にパーツを形成してくっつけたり離したりとで 全体の完成までにはですね、ある程度の技巧が必要になりますけど、自由な発想で成功なものを作り出すことができると。いう点で、マイクロフレックスエコシステムは、まあ、クレイアートなのかなと思ってます。会議スペースの規模に合わせて、まあ、伸縮自在ですね、スモールなシステムから大規模なシステムまで。も,もちろん、 マイクロフレックスエコシステムだけで完結することもできますしその拡張性断定を使っているということもあって拡張性や接続性高い柔軟性ですねをもって、えー、他のメーカーの機器や既存のシステムとの融合インテグレーションも可能であるとさまざ、あ、ま一部だけマイクロフレックスを使って他をサードパーティーで構成するということもできるわけですね こんな感じでマイクロフレックスがいかに柔軟であるかということがお分かりいただけたのではないかなと思っています。それではですね、マイクロフレックスエコシステムを構成しているプレミアムなデバイスをざっとご紹介したいと思います。一つ、最初にですね、MXA910 シーリングアレイマイクロフォンというものを挙げることができます。 このマイクは 60cm×60cm 60の正方形なんですけど、えー、とテナントビルのシステム天井とグリッドサイズと一緒ですね。なのでえー、とのシステム天井であれば1枚パネルを剥がして MXA910 を乗っけてもらうということができる、まあ。そうしてもらうと天井面にフラットに設置することができて非常に見た目にすっきりとした会議室が出来上がります。当然 テーブルの上にはマイクがいらないということになりますね。で、天井につけていただいて、ただその下の音を漫然と拾うわけではなくて、天井につけた位置からどこを狙いたいかというのを設定できる、えー、独自のアレイテクノロジー、ステアラブルカバレッジと呼んでますけど、ステアラブルカバレッジを使って、えー、成功な使用音をしていくというものですで。この写真のようにですね、つけた位置から座っている人を狙って、 そこの明瞭度を高めると、まあ、狙った位置を明瞭に狙ってないところは不明瞭に拾うということでテーブル上にマイクを置いているのとほぼ同じ精度で収音することができます。で昨今気になるあのマイクを回すとかですね触りたくないとかっていう需要にもばっちりお答えできるんじゃないかなと思ってます。 続いて MXA710 リニアアレイマイクロフォンと書いてますがこちらもステアラブルカバレッジという技術を搭載したマイクロフォンで設置した位置からどこを狙いたいかというのを設定できるマイクになっていますで先ほどの MXA910 と違う点はこのスリムな筐体デザインですねでデバイスを小型化することによってさまざまな場所に取り付けていただくことができます ディスプレイの下にサウンドバーのようにつけていただいたり壁につけていただいたり天井から吊るしたりとかテーブルに埋め込んだりということもできますねでさらにはマイクスタンドアダプターというオプション品を使うことによってマイクスタンドに仮設設置することも可能ですこの設置場所の柔軟性というのがこの MXA710 の特徴の一つですね 続いて MXA310、テーブルアレイマイマクロフォンです。これはもう名前の通りテーブルの上に設置してもらうマイクなんですけど、えー、この直径1 3センチの小さな筐体の中にもですねステアラブルカバレッジ技術が搭載されていますテーブルの上に置いてただその周りを全部拾っちゃうんではなくてどっちの方向を拾いたいかというのを設定できるわけですねこの写真の例でいくと えこのモニターの方向の周音は必要ないのでこの両脇に座っている人に向けて周音ゾーンを作ることによって明瞭度を稼ぐとそういった使い方ができるマイクですそしてちょっと毛色変わりますがワイヤレスシステムですねマイクロフレックスワイヤレスこのマイクは 1.9GHz 帯のデクトと呼ばれる帯域を利用したワイヤレスマイクロフォン 最大の特徴は同一空間でマイクロフォームを最大96本同時に運用することができるという驚異的な仕様です免許を必要としない電波帯でこの本数のマイクを同時に利用できるというのは他にないマイクロフレックスワイヤレスならではの特殊な仕様ですね結構驚異的ですでマイクの種類もハンドマイク ンマイク、グースネックマイク、バウンダーリーマイクと4種類用意していますそれぞれが小型なので置き場所に困らないという点とこの4種類をですね好きな組み合わせで好きな数、はい、あ運用に使っていただくことができますこのグースネックのワイヤレスマイクなんかは去年とか非常に引き合いが多かった製品ですね で続いてシーリングスピーカー MXN5WC ですねこちらはネットワークシーリングスピーカーと書いてますがこのスピーカーもダンテという音声伝送に対応していますこのスピーカー自体にパワーアンプを搭載してますのでラック側にパワーアンプがいらないですねなのでキキラックレスのシステムを組むことができます、まあ、設置は天井にだけできる感じですね 今度はオーディオプロセッサーに入りますが、インテリミックス P300。こちら、ハードウェアタイプのオーディオプロセッサーですで。ハーフラックサイズで非常に筐体が小型なので、例えば大きいディスプレイの裏に取り付けてもらったりとか、クレデンザの中に入れてしまったりとか、設置場所をあまり問わない製品ですね。でインターフェースがアナログとダンテ。 USB に対応しています。なので、これ1台あれば、Web 会議、パソコンと USB でつないでウェブ会議に使ったり、アナログ接続でハードウェアコーデックとつないだりと、まあ、すべての遠隔会議に対応することができます。8チャンネル分搭載している IntelMixDSP、会議用のオーディオプロセッサーですね、エコーキャンセラーとかノイズリダクションといった機能ですが、 これも非常にパワフルなので MXA910 とか MXA710 といった特殊な音の拾い方をしてくるマイクにも容易に対応できて非常に明瞭な音を作り出すことができます。で最後ですね、インテリミックスルームこちらもオーディオプロセッサーですが先ほどの P300 のソフトウェア版ということができます。 Windows 10の動作している PC にインストールして使っていただくタイプの全く新しいプロセッサーです。例えば、Web 会議を行うための PC を会議室に常設しているような場合ですね、その常設 PC に IntelMixRoom をインストールしていただくと、それこそもうハードウェアがいらないですね。その PC がプロセッサーに成り代わってくれるので、PC から直接 MXA910 や MXA710 の音を持ってきたりとか、MXN5WC に音を出したりとかっていうことが可能になります。すべて LAN ケーブルを必要な分引っ張るだけで、ラックがいらないシステムを作ることができますね。でつい先日リリースしたバージョン3.1では、これもう非常にお困りの方多いと思うんですが、 会議中の紙めくり音とかキーボードのタッチ音とかですねさまざ、あ、まな人の声以外の突発的なノイズを除去してくれる AI ディノイザーという機能を搭載しましたこの機能の素晴らしさについては後ほどデモでご体感いただけると思いますでデバイスの紹介ごめんなさいざっと 駆け足でやっっちゃったんですがそれを会議室に落とし込むとどういう感じになるかというのを3枚ほどお見せしたいと思います。でまず小会議室ハドルルームとかって呼ばれてる小さなスペースですね。でこちらの設置例ですがテーブル上に MXA310 で天井には MXN5WC ですね。まあ、マイクとスピーカーは部屋狭いので1個ずつでいいでしょうと。で その音声を裁くプロセッサーとして IntelMixRoom を常設 PC にインストールしています。PC にはまあカメラがつながっていますね。まあ、これでえ遠隔会議が成り立ちます。まあ、非常にユーザーさんからするとマイクとスピーカーしかない、まあ、あとカメラですね、しかないえと非常にミニマムなシステムが組めるんですが、まあ、音質は最高級と。 感じですね、で次に中会議室こちらはスピーカーがもう1台増えましたとマイクもちょっと広くなったので MX710 をディスプレイの下につけて使っていますであとは先ほどと同様に常設 PC にインテリミックスルームをインストールしていただいて音のやり取りを管理してもらうとでウェブ会議に直接音を送り受けするという感じですね で最後に大会議室。大会議室だとちょっと空間広いので MXA910 を使いますで。スピーカーもまあ広さに合わせて増やしてもらう。で、この例は、えー、ハードウェアコーデックを使った例になっています。で、まあサンプルとしてポリさんの G85T というシステムを使っていますね。この G85 と、えー、一緒に使うのが P300 です。 でこの2つは相互に動作確認が取れていますので USB1 本で接続していただくことで音の出し入れができるとハードウェアコーデックを使っていながらアナログ接続がないですね非常にシンプルなシステムを組めますすみません非常に駆け足でちょっとマイクロフレックスエコシステムはテあの製品の点数が多いのでですね あまり細かくご説明できなかったんですけれども、もしご興味ありましたら、ぜひ別の機会に弊社長ルームいらしていただければと思いますで。ここからはですね、インテリミックスルーム、先ほどちょっとご紹介したソフトウェア DSP に搭載した AI ディノイザーですね、えー、キータッチ音とか紙めくり音を消してくれる新機能のデモンストレーションをお見せしたいと思います。非常に興味深い内容ですので、ぜひ最後まで。 ご覧いいただければと思いますそれではどうぞ、はい、それではではすねここからインテリミックスルームに新たに搭載された AI ディノイザーという機能についてデモンストレーションを行っていきたいと思いますこのデモンストレーションで使う機材は2つですねインテリミックスルームの搭載された Windows 10の PC と先ほどスライドでご紹介していた MX310 テーブルトップアレイマイクロフォンです、まあ、この2つを使ってノイズというものに対して対処をしていきたいと思うんですがまずノイズの種類ですね大きく2つに分けたいと思います一つは今私の声の後ろになっている部屋の持つ暗騒音部屋の持つ定常的に発せられているノイズですね これは例えばエアコンの音だったりとかプロジェクターのファンの音だったりとか PC のファンの音だったりとかですね常にその空間に存在してマイクが拾っているノイズですでもう一つのノイズの定義はまあ私の目の前にあるものこういったものから発せられる突発的なノイズですねでえー、っと ノイズに対する対処をすると言ったときはこの2つのことを考えないといけませんで、前者定常的に発せられている部屋のアンソーンですねこれに対してはノイズリダクションという機能を使って消していきますこのノイズリダクションという機能はインテリミックスルームだけではなくてですね P300 とかあるいは他のデバイスにも搭載されていたりします 従来からある方法で定常的にマイクが拾っている音を解析してその中からそのノイズの成分を割り出して消していくというやり方ですで一方ですね突発的に発せられるこういうノイズに関しては今まで従来の方法では対処ができませんでしたなのでマイクを置く位置を変えるとか天井マイクにするとかですね そうういいいっったたアコースティックな手法でで乗り切っていたというのが実情ですこのノイズに対して新たに搭載された AID ノイザーが活躍してくれますそれではこれからノイズの処置を見ていくんですがまず最初にですね最初の定常的なノイズこの部屋の暗騒音をノイズリダクションという機能を使って消していきたいと思いますはい今ノイズリダクションをオンにしました いかかがでしょうか私の後ろでゴーッと鳴っていた音が消えて私の声だけがクリアに皆さんに届けられていると思います。これまあ今オンオフで簡単に切り替えたんですけどこの機能ノイズリダクションという機能自体もかなり高度なテクノロジーです。なのでまあ、えー、っ乗っているデバイスによってですね、まあ、その性能差も出てくるんですが手話のノイズリダクションは その中でも非常に優れた性能を持っています。では本題ですね。この突発音に AID ノイザーで挑んでみたいと思います、えー。ちなみにこのデモの間はノイズリダクションはずっとオンにしたままにしておきますね。それではまずペンの音からやってみたいと思います。 まあ会議が長くなるとですね、イライラしてペンをカチカチしだす人もいると思います。やってる本人はあまり気にしてないんですけど、聞いてる側からすると、私の声の後ろで耳をつんざくペンの音が聞こえていると。この環境になると、えー、会議に集中するっていうのは結構難しくなってきますよね。なので、まあ、ペンをカチカチやってる人を叱りつけるんでもいいんですが、今回はノイズリダあ、ノイズリダクションじゃなくて <laughs>、 AI デノイザーを持って対処してみたいと思います。はい、今、AI ディノイザーをオンにしました。AI ディノイザーがこのペンのカチカチ音を検知して、この音だけを消してくれている状態です。なので、私がペンをカチカチしている動作は見えると思うんですが、皆様の耳には私の声だけが届いていると思います。では、ちょっと一度 AI ディノイザーをオフにしてみます。 はい、実際、部屋で聞こえている音はこの感じですね。私の声とペンの音がずっと鳴り続けていると。AID ノイザーの効果を少し見ていただけたんじゃないかなと思います。で続いてはですね、これもウェブ会議あるあるですが、えー、ペーパーノイズですね、まあ。ペーパーレス化が進んでいるとはいえ、やはり紙の資料を配って、それを見ながら会議をするというのは、 避けられない運用方法だと思いいます避けられないんですが、この紙の音がペラペラ入ることによって集中力を阻がれる、単純にうっとうしいという声もありますよね。それではこのペーパーノイズ、AI ディノイザーで対処してみたいと思います。はい、今、AI ディノイザーをオンにしました。 で私は同じ勢いで髪をめくっているんですが、皆さんの耳には私の声だけが届いているんじゃないかなと思います。これ、すごいですよね。それでは一度 AI d ノイザー、元に戻してみたいと思います。はい、AI d ノイザーをオフの状態です。AI d ノイザーが動いていた時と動いてない時どちらが心地よいでしょうか。 でえー、3番目。これもあるあるですね。私が熱弁を振るっている中、隣の人が内職をし始めるというシチュエーションです。で、まあ、こうやって私が一生懸命喋っている横でキーボードを叩かれると、まあ、聞いている側からすれば、集中力が削がれてしまうんですよね。あと、結構うるさいです。それでは、 この状況も AID ノイザーに救ってもらいたいと思います。今、AID ノイザーをオンにしましたで。同じ勢いでキーボードをタッチしていますが、私の声がはっきりと聞こえていると思います。でこのキータッチ音はですね、もしかしたらところどころパシャッっていう感じで聞こえちゃってるかもしれないですが、まあ、ほとんど聞こえないで。運用に支障がないということが聞いていただけると思います。 それでは、AI ディノイザーをオフにしてみます、はい。今、AI ディノイザーオフですね。実際はこんな音が鳴っているよという感じです。AI ディノイザーを入れてもらえれば、内職してても怒られないという環境が作られますね。でちょっと喋りすぎて喉が痛いので、あめでも舐めようかなと。 思うんですが、この飴の袋の音も皆さんには聞こえてしまってるんですね。まあ、会議中、飴とかガムとかを、まあ、舐めたり噛んだりしたいというのは、まあ、よくあることだと思いますが、今、現状の環境だと、まあ、よっぽど気をつけて髪をほどかないと、舐めれないと。バレちゃいますからね。 それでは、えー、このアメ問題も AI ディノイザーで解決してみたいと思います。はい、今、AI ディノイザーをオンにしました。で、私は髪じゃないですね、えっと。雨の袋をカシャカシャやってるんですが、私の声だけが皆さんに聞こえている。なんで、カメラの映ってないところであれば、アメをなめ放題という感じですね。 では AID ノイザーを元に戻してみたいと思います。はい。えー、元に戻しました。まあ、従来の環境ですね。誰だ、目なめてるなっていう感じですね。はい。ということでですね、AID ノイザーのすごさが、えー、体感いただけたんじゃないかなと思います。この AID ノイザーと機能は、今のところインテリミックスルーム、 だけに搭載された機能です。ですので、ぜひ皆様の会議室に一つインテリミックスルームをインストールしていただきたいと思っています。以上デモンストレーションでした。皆さんいかがでしたでしょうか。冒頭は市場のトレンド、そして後半は二つのエコシステムというものを具体的に機能やデモンストレーションを通じてご紹介をさせていただきました。 内容をお楽しみいいいただければ幸いでございます最後に私の方からいくつかご案内をさせていただきます。まず1点目ですけれども私どものホームページから会議と会議音声のナレッジベースという特設サイトをご用意しておりまして最新の導入設備の事例集や えまた様々なお役立ち情報をこちらから実際にダウンロードいただくことができるようになっておりますのでぜひこちらにアクセスの上を参考にしていただければ幸いでございますえ次に私どものショールームについてのご案内ですえ東京エクスペリエンスセンターという名前でショールームの運営を行っておりまして最寄り駅は東京の神谷町または六本木丁目から徒歩数分というアクセスになっております 現在、予約制という形を取らせてはいただいておりますけれども、ご紹介した2つのエコシステムを中心とする最新の音響ソリューションを実際にこちらでご体感できるようになっておりますので、ぜひこちらもご来訪の上、ご体感をいただければと思います。以上ですね、えー 私どもののエコシステムのご紹介をさせていたただきました本日は週刊 BCN、昭和ジャパン共済のセミナーに最後までご視聴、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。ぜひですね、STEM ・エコシステム、こちら9月に発表したばかりの製品でございますので、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。ありがとうございました。